阪神4連勝。阪神ヤクルト24回戦、阪神がヤクルトに3対0で勝利。阪神勝ったで。なんやサクッと勝った。首の皮1枚で耐えてる。4連勝。岩崎ナイス。クローザーがクローザーらしい締めやったな。大竹10勝目。大竹おめ。この2ゲームが縮まらないんだよな。前川の犠牲フライが効いたな。前川ノーヒットヒロイン来るか。今日も前川大活躍。森下が好調だね。森下のタイムリーよかった。ヤクルト負けました。初回だけだったな。初回のチャンスが全てだった。ここまで手も足も出ないとは。4連勝で期待させた分つらい。大竹大ヤクルト戦8連勝だって。ヤクルトは巨人に2つ勝って阪神に2つ負ける。セリーグの盛り上げ方が分かってるな。ヤクルト先発小川5回2失点。小川さん頑張ったわ。小川の調子は悪くなさそうだった。小川はこれだけ投げてくれたら上出来だな。ヤクルトリリーフ原2回1失点。原さんゲンドラ候補へ。原は現状ビハインド枠やからな。原は慣れてるボール悪くない評価に困るな。阪神先発大竹6回無失点。大竹素晴らしい。大竹の援護運すごいわ。大竹はコントロールがいい。大竹はようやっとる。阪神岩崎セーブ。勝ててない岩崎の安心感よ。岩崎らしさが出た。休養たっぷりの岩崎は大丈夫。阪神打撃成績。前川義飛先制打点。右京くん素晴らしいぞ。右京最高の最低限。森下タイムリー。さすが森下やで。森下打点王へ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。